戦国最強の軍師は誰か黒田官兵衛おそらく戦国最強の軍師は黒田官兵衛でしょうその卓越した志望は天下人にはなくてはならないもので秀吉が天下を統一できたのも官兵衛の信玄があったからとされています竹中官兵衛黒田官兵衛と並んで両兵衛と評された戦国を代表する軍師の一人とされています竹中官兵衛の最も有名なエピソードは 稲葉山城を立った16人で乗っ取ってしまったことでしょう。片倉小十郎、伊達政宗の軍師で、政宗にとっては、なくてはならない存在であったとされています。小十郎は、不明確であった豊臣軍を調べ上げて、豊臣傘下に入るべきであると政宗に進言しました。このことで、伊達家は延命することになり、同時期に従わなかった北条家が、壊滅されていることを考えると、英断だったとされています。